こっちに向いてはい、ツイキャスか、はい、向けましたあ、いや、まあまあ後から来るから、まあ、来るまでは、ありがとうございます、はい、FM ギノワンお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。ギノワン市喜友名ギノワンヒルズ通りの高台にスタジオがあります。 FM ギノワンより生放送をお届けいたします。サザンブリーズ水曜日、お相手私東克明でございます。水曜日アシスタントひーちゃん、この後登場いたしますから皆さんお待ちくださいね。はい、ひーちゃんファンの方々、大丈夫だからこの後またちゃんと登場してきますのでお待ちください。はい、今日はね、沖縄はね、ほんとまたいい天気で、なんですけど、午前中の雨がすごかったですね。もうじゃじゃ降りでなってましたけども、で僕もですね、実は今日この局に着いたのが結構もうギリギリだったんですよ。というのはこの前に一つ、お仕事させていただきまして、これが何かというと、沖縄県内のですね、高等学校を回って、ちょっとお芝居を今ちょっとずつ短いちっちゃいやつなんですけどね、やらせていただいてまして、でそれが今日本番があったんです。で、場所、高校名は南部農林高校、行かせていただきまして、はあ、1時間みっちりお芝居させていただきました。生徒の皆さんがもうねキラッキラしてまして、やっぱ農業高校といえば今、あの甲子園でね話題になった、金足農業ね、あるじゃないですか。あの吉田投手がもうね、有名になって準優勝甲子園にね輝いたところでございますけども、でその話を先生とかにしたら、やっぱ農業高校全体が盛り上がってるみたいですよ今。あの秋田だけじゃなくて、この沖縄の農業高校も盛り上がって、もう野球部の、ね、監督ももちろんそうだし、ちょっと俺たちは元農業高校は今これに乗じてもう頑張っていこうぜっていうね、なんか盛り上がり見せてるみたいで、でそんな農業高校、南部農林高校さんでね、はい、お芝居させていただきまして、楽しかったですね。本当にもう生徒皆さんがキラキラして、良かったなと思うんですけども、で終わって先生にねご挨拶いただきまして、ありがとうございました今日来ていただきましてとか言われながら、いやありがねありがたいお言葉たくさんいただきまして、で良ければこれよろしければって言っていただいたんですよ、お土産。これ何かというと、まず1個がヒラミレモンの、要はその農業高校で作ってる自家製のヒラミレモンの果汁、濃縮果汁いただきまして、もうこれ作りたてですから。でさらにもう一個袋があって、何かなとパッと見たら見慣れた横長の箱10個入りの卵、これ今朝生まれた卵ですって言っていただきまして、ありがたい、農業高校ならではでございますね。なんかその先生がですね気を利かせていただきまして、お昼頃にその担当の、養鶏場の、まあ、先生でしょうかにちょっとお土産でということで、言っていただいたらしくて、ほんとすぐそれで用意していただいたみたいで、もう産みたて、で、まあ無精卵でね、作られてるみたいなので、もう臭みが本当になくすんごい美味しいです。卵かけご飯でぜひ食べてくださいというねこともいただきまして、これ今から今日とか明日とかね食べるのがまあ楽しみでちょっとねその感想とかも含めてまたまたねお話しさせていただきたいなと思っております。さあ、今週ですね、お送りいたしますサザンブリーズ水曜日投資のメッセージテーマはこちら、宿題。いや本当にこんな高校とか学校にね、まつわるトークテーマでね、私今行ってきたばっかりっていうことでございますから、だから農業高校とかの宿題ってまたちょっと違うんでしょうね。いやもちろん工業や商業高校、いわゆる専門の、高校とかの宿題、まあ授業はもちろん違うじゃないですかそれぞれ。
宿題また勉強方法とかも違うんでしょうね。ね、そのちょっと独自の宿題の関するエピソードあれば教えてくださいませ。よろしくお願いいたします。さあ、今日、ね、この後登場するひーちゃんは宿題どうなんかな、やってるかな、いや意外とやってるのかもしれないですよね。昨日のアシスタントの、火曜アシスタント舞野さんはね、宿題前半はあんまりやってなかったかなって高校1年生の時はそんなだけど2年生の時になって勉強楽しくなったとかね、いろいろこうまたコロッと変わってますから、またひーちゃんも、その独自の宿題のお話あると思いますのでお楽しみくださいませ。さあ、というわけでございまして、今日のメッセージテーマ宿題、もちろんそれ以外の、メッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。 FM ギノワンではサイマル放送を行っております。パソコンからお聞きの方はリッスンラジオ、リスラジ、をクリックしていただきまして、FM ギノワンのですね、チャンネルクリックしていただきますとラジオと同じ放送がパソコンからでも全国各地で聞けることができます。さらに映像配信ツイキャスの方も行っておりますよ。こちらからもですねメッセージどうぞガンガン送ってくださいませ。よろしくお願いいたします。そうということでございまして、サザンブリーズ水曜日でこの後ちょっとねゲストの方お呼びしてるんです。思いを、この熱い思いを語りたいっていうことからね急遽来ていただくということで、まあ僕もね語りたかったんでちょうどよかったなというところでございます。どなたが登場するのかお楽しみに。その方に関連する曲でもかけましょうかね、さあ出てくるかな、よいしょ。いやーちょっとね熱い思いを聞いていただきたいなと思います。ではこちらお聴きいただきましょう。1曲目、桃色クローバー Z でリストーリで話ちょっと相談あるってしましょうっていう話をした。そしたらそのまま出て時間あるんだからじゃあ。じゃあ空いたんですかずっと。そう。で、そうこの後本当打ち合わせをしようっていう話をした。はい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 。なんか知らんけどラジオで喋るって書いて。喜ぶ人は結構いそうな。いや本当に。あと3、4分後ですよね。 CM もあります。そうですね、あ一応曲が3分で、うん、この後 CM2 分。 OK、じゃああと5分後ね。はい、で最初ひーちゃんとちょっと2人喋らせていただいてからのご紹介させていただきます。はい、スネップさん、エースだっけ喋ったこと2回目2回目2回目、2回目実は、はい、モノクロで喋る。その1回目も僕とサザンブリーズですか。サザンブリーズしか喋ないです。サザンブリーズ別の狭い狭いビースターで収録僕収録番組なので、はい、あ生ではないですか、ね、ですよ、はい、放送が日曜日9時夜9時で、お願いします。お願いします。
準レギュラーの方ももクロがゲスト、ももクロ大塚さん、さすが、分かってる。ツイキャス、リスラジアと、ユーストもありましたっけ？ありますね。まあでもツイキャスの方が、ツイキャス、リスラジアコメントも出るものなので。黙ったら2人1時間待つよ。皆さんありがとうございます。マスオさん、久しぶりですね。メッセージもいただきました。ありがとうございます。おひさ。あ、いいですね。ネイちゃんさん、最高。あそこ、ツイキャスで見てますってことは、もう姿バレたのか。今俺、この番組の前に南部農林に行ってきたの。何しに？公園で、高校公園、お芝居やりに。あ4時、4時まで。で、4時からこっち来た。押して4時まで。いや到着が53分ぐらい。え？早まるので。早まるか。つかやまなたり。ももクロ会館は笑いが来てる。ももクロの、じゃあ勉強しよう、私も今日聞いたら。勉強にならないと思う。ならないと思う。そういう教える単語しないので、はいはいはい、マニアックトーク言っちゃうだけだと思うんですね。そう、もうベテランの会話です。そう。ベテランで、そう。コアな話しかしないと思います。勉強にならないかな。マイク入ってんの？勉強にならない。なんだよ。勉強にならないけど活力にはなるから。活力です。自分がこれの、そっか、ツイキャスリツイートすればいいんだ。
サザンブリーズ水曜日お送りいたします。さあ来ました、どうぞ自己紹介。はい、あなたですよ。あーひーちゃんです。すいません。ひーちゃんです。ボケーとしましたね。まだ紹介してないんでしょ、はい、水曜日アシスタントのひーちゃんです。はい、よろしくお願いします。さあ、ひーちゃんがね来たところで皆さんからのメッセージ、まずねちょっとご挨拶ご紹介していきましょう。こちら雨男レイニーさん、こんにちは。ありがとうございます。そして大塚健二さんもこんにちは、埼玉からツイキャスで見てますと。そしてギマさんもありがとうございます。東さん、ひーちゃん今日も楽しく聞いてるよ。はーい。そしてお久しぶりマスオさん、お久しぶりです、うん、おーいや嬉しいな、また来てくれて。そしてタイゴさんもひーちゃん東さんヤッホーといただいてます。シュプリームさんもありがとうございます。東さんひーちゃんハイサーイといただきました。で農業高校ね、南部農林行ったっていう話で、大塚健二さんが農業高校盛り上がるといいですね、うん、で東さんお土産ではなく今日もらったやつリスナープレゼントにと言ってませんでしたかって、卵とヒラミレモンをもらったんですよ。お産みたての卵と、うわめっちゃいいな、もらったんです。さすがに卵をプレゼントできないよね、なかなかね、うん、ぜひ南部農林に遊びに行ってください。お願いいたします。でさあ、メールでもいただいてます、ご紹介しましょう。ラジオネーム進撃のめいちゃんさん、あずまさんひーちゃん生放送お疲れ様です。今日朝から雨でしたねって、うん、すごかったね、った本当にもうとんでもなかったね。俺名護から南那覇の方面に行った時にも高速道路ですごい雨だったわけさ、午前中、うん、で那覇着いてちょっと用事済ましたら那覇でも大雨だったから、あ全部食らってそっかそっか雨雲大変でしたね、はいはいはい。雨の日のんびりしたいですが今からお仕事ですと、うん、さあ今週のメッセージテーマの宿題ということですけども、エピソードありますよまだまだあって、お二人は自由研究やりましたか。あ懐かしい。自分は太陽系の仕組みについて自由研究やった、うん、すごいなってんね、仕組みだって仕組み。それに没頭しすぎたのか他の夏休みの宿題がギリギリになっちゃったのはさらっと流してねって本当に本当に没頭したの、では楽しく聞かせていただきます、後ほど聞きますねといただきました、ありがとうございます。自由研究って懐かしいですね。難しい、嫌だった一番。嫌だった、だってめんどくせえじゃないですか考えるのも。そうね、大嫌いでしたね。宿題ちゃんと出してた。私はあ一応あでも夏休みとかはやっぱりあの最後にやるパターン、最後でしょ最後パターンね。あとあの夏休みの友とかほらお兄ちゃんのとかあるし大体一緒だしできない写すっていうお兄ちゃんの宿題を写す、お兄ちゃんのなんか何年か前の残ってるやつで大体一緒だから、うわすげえなそのやり方は。あんまりだから勉強してなかったですね。あ僕の予想通りでした。はいさあ、この宿題トークでねまだまだ皆さんエピソードお待ちしているというところなんですけども、今日はですねゲストの方お越しになっていただきました。サザンブリーズはですね2回目の登場以上でございます、ご紹介しましょう。 FM ギノワンの、毎週日曜日夜9時から放送中の超人気番組チュラノフ夜話 Z のパーソナリティツネピーさんです。よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。毎週日曜夜9時から桃色クローバー Z について語り尽くす1時間チュラノフ夜話 DJ ツネピーです。よろしくお願いします。ありがとうございます、このね、はい、ツイキャスではもうすでにずっと登場してたんですけども、うん、ツネピーさん出た瞬間に、はい、あの人だあの人だってそうですね、画面で見てた方はあの人です、はい、知る人ぞ知るって感じだ。そうですよ、だってリスナーの大塚さんもあのももクロのすごいファンの人がゲストなんですねいや準レギュラーの方じゃないですかまで言っていただきまして、で大塚さんからねひーちゃんへの、アドバイスです、はい、ひーちゃん黙ってたら2人で1時間ずっと喋っちゃうから青森話もちょっとぶっこんでねっていや今日は聞くに徹します。勉強勉強桃色の桃色のってマスオさんも桃黒会か今日はということでいただきましたけども、そうですね僕も台本でございますので、前回ね来ていただいた時には、はい、ずっと喋りましたもんね、ずっと、はい、丸々1時間ももクロだけでしたね、はい、
もうむちゃくちゃ喋っておりましたけど、じゃあ今日1時間じゃないから足りるかな。いやーどうかな、勝負かな。いやーそうか、まあ濃縮還元したいなというふうに思うんですけども、まあね、ちょっとひーちゃん聞いてくださいよ、はい、まずぜひ聞いてほしい。何より聞いてください、はい、実はね、うん、このももクロ、うん、来月10月28日、28日、はい、沖縄でライブやるんです。ライブやるんです。すごい。いやいやいや、これはこれがね、どれだけすごいかと というのは聞きたいです。ももクロね、うん、沖縄ではねまだ要はそういう、まあ、ちゃんとしたというか、うん、2時間のライブっていうのをやったことがないんです。ない。今までちょっと1時間だけとか、うんうん、ちょっとソロコンサートとか、うんうんうん、そういうのねはちょっと特別感があるやつはまああったんですけど、うん、はいはいはい、いわゆる通常のコンサートというのがなかったんです。ついにね、47都道府県ツアーの一環で、あ、はい、沖縄がやると2年かけてやってる、ようやく沖縄にやってきます。10月28日やるんですよ、はい、それでもう2人とももちろん興奮して、うん、はいはいはい、もちろん、ねえ、うんうん、でも問題はあるじゃないですか、うん、チケットそこ取れるのかどうかってどこじゃでしょ、ね、これが問題なわけですよ。どんなにラジオやってようがね、そこら辺に忖度はないですから。そう、そうね、もう完全に平等だからね、うん、なわけですよ。今からってことですか。これがね、うん、実はもう申し込み期間終わりまして、終わったんだ。終わりまして、なんと昨日発表になったんです。抽選発表が、もちろん我々2人ともファンクラブ会員です、うん、そっからの申し込みです、はいはい、沖縄、はい、たくさんやっぱいらっしゃるんですよ、ですファンの方が。でまたもうそれ以外の他県のファンの人たちも、ね、沖縄でライブやるんだったら行こうよ、みたいっていう人たちがやっぱたくさんいるわけです、うんうん、激戦、うん、チケット取れるかなどうかな不安になりながらね、昨日の、ね、13時ですよ。そう13時に結果発表が出る、うん、ドキドキしながら、超ドキドキ、それスマホに貼り付いて、はい、ガッと見ました、はい。私、はい、まず私からいきましょうか、はい、気になる。見事当選しました。お、すごーい、イエーイ、イエーイってん、いうことは、いうことはつねぴーも当選しました。おー、イエーイ、すごい、2人当選したんだ。よかった、よかった。もう番組収録できないかと思ったら、すごーい、すごい。よかった。すごい激戦の中ってことですよね。いや、まあそれ結構だったんでしょうね、いろいろ見たらやっぱり、まあ、落ちちゃった人とかもね、いるんですね、やっぱいますから。はい、すごいことですね。なんとか、うんうん、なんとかかんとかですよ、はい、なので10月28日ね、現地にまず、中に入れるっていう権利をいただけたっていう。コンベンですか。ね、これが手だこホールで、隣町のね、浦沢、手だこ大ホールで。あ、そうなんですね。またその日に隣で手だこ祭りをやってるという。そういう日なんですけども。手だこホールってことは中ですよね。もちろん中で。あ、はいはいはい。結構でも大ホールでも、まあ、どこでも見れるじゃない、うんうんうん、あの距離で見れるっていうのは、ね、あの距離でなんだ、すごい。そう、それが全国ツアーの素晴らしいところですよね。いや、嬉しい。まあ、それの祝勝会したいのかなと思ってね、今日今日ね、まあ、まさか出てって方も今日も出てくださいよ、はい、ありがとうございます、出ます。いや、さらっと嬉しい、本当に出てくれて、すごい、これは報告したいですね、確かに、ね、嬉しいです、今メッセージ、いただきまして、こちら、こちらはテウシスさん、はい、ファンクラブは終わったけど一般は今日からですよね。お、そう、一般申し込みが、一般申し込みまだあるんです。一般申し込みがあるんです、はい、ファンクラブは落ちたけど一般で当てたいということで。あ、あ、落ちちゃったんですね。いや、一般でもね、もちろんまだチャンスは、はい、そっか、ありますので、はい、ありがとうございます。そしてもうお一方、スーさんさん、ありがとうございます。つねぴーさん、こんにちは、と。こんにちは、ね、スーさん、いつもありがとうございます。たまたまの休憩で見てます。やったそれも見事当選ですね。ご当選ありがとうございます。すごい、いただきました。大塚さんも2人とも見に行けるのがすげえなって。すごい、ね、やったね。なかなかね、行けないものでございますから。そうそうそう。マスオさんは、
こちら五大ドームツアーじゃね来ないからねということで、そうそうそうね、もう大阪ね、大きなドームないからね、そうそうそう、セルラスタジアムでドームつければいいのに、本当にね、スタジアム、スタジアムツアーでね、だったらね、スタジアムツアーいいね、スタジアムツアーいいね、ね、やってくれたらいいですよね。マスオさんがももクロは当選しないといけないからチケットあげるとかチェック厳しかったよねということで、ファンクラブの方がね、うんうん、まあ、そこはもうちゃんとしてるっていうことで、はい、顔認証から、そう、顔写真登録してるわけ、ファンクラブに顔写真送って、で入り口でその顔写真とあなた当たってますねって形で、そう、だから僕のチケット、スネーピーのチケットでひーちゃんいけないの、勝手にあげたらあなたなんでですか、違いますよっっ、顔違いますよって形で、そんな厳しいんだね、ちゃんとそういうシステムが確立されてまして、結構いろいろあるのよ、はい、へー、チェック厳しい、そうなんだ、うん、そうよ、そんな中、まあなんとかね、すごい、超楽しみですね、すげー楽しみ中入れて本当に良かった、タイゴさん、ももクロビーチでライブとかありそうだよねって、ビーチはそっか、言われてみたらビーチだけではない、要はビーチの隣でのね、ライブが実は沖縄であったんです、あったんですか、西原の西原マリンパークで、あそこでやったことはあるけどね、確かにビーチの真っ只中、白い砂浜の上っていうのはなかったかもしれないですね、確かに面白いね、まあそれはもう見る方もそうだけど、でもメンバーたちが大変ですけどね、うん、暑くてビーチはちょっときつそうですね、確かに、でも確かにね、面白いもんね、そういうのも、でそして、メッセージがいただいたのが、じゃあですね、あ、こちらマスオさん、マスオさんはね、いわゆるあのちょっと婚活のこととかいろいろやられてる方で、そのつながりでしょうかね、ももクロからちょっとずれ外れますが、早見あかりさん結婚おめでとうって、ありがとうございます、ヤフーニュースで見ました、元ももクロのっていう子、はい、ね、今日はそれに合わせて青の上着を着てきたんですよね、そうなんです、そうなんです、さすがですね、でしょ、気づかっていただいて、調べたんですよちゃんとみたいな、いや、まさかね、その元ももクロって形ですぐ結婚っていう話題が ね、こういう、もうまだまだ彼女は23か24あったりだったと思うので、そうですよね、若いですもんね、はい、いや、こういうのをね見たらメンバーの結婚がちょっと現実的になってくるなって思いますよね、いいですね、そういったのもやっぱりファン的にはどうなんですか、いいんですか、いいです、いいです、全然、もう本当に僕たちの願いは結婚しても続けてほしい、そうです、あ、それいいですね、そう、とにかく結婚しても子供産んでも彼氏できちゃったって言ってもいいから続けてくれっていう、そういうのいいですよね、僕の個人であれは、うん、はい、やってほしいなと思うんですけどね、はい、うん、ひーちゃんさ、ももクロまあまあなんとなく知ってる、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 どれぐらいの何か知ってるそうそうそう、なんとなく知ってる、歌はちょっとは分かりますよ、お、あの有名なやつで言ったらほらあるじゃないですか、どれ、ここここことか、おお、そっちかそっちかそっち行けたか、ここここここ、あるあるある、ここ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 ね、知ってるねちなみに今何人か分かる、え、減った人数何人か分かる、減った、もしかして、ちょっとやっぱりそういうなんかね、何人か分かるって聞くの、全盛期ってなんか全盛期ってこの売れてた時、うん、5年前ぐらいめっちゃ人気がバンって、うん、まあ一気にイカがブレイクして、あの時って4人ぐらい5人今4人じゃない、今4人、じゃあ3、2、1、4人正解、あ、正解当たりか、偶然当たったら、え、でもあの時ってこの早見なんだっけ、早見いないですよね、もう、まあ、5人、6人6人時代の時って、はい、その時代が知らないんですよね、あの今だ桃色クローバー Z じゃない、あ、はい、その前 Z の前、あ、ね、あ、そっかそっか、その時にいたんですね、はい、シュプリームさんから質問、あ、はい、何でしょう、安室奈美恵さんの9月15日の、あ、まあ、引退の前日のライブありますね、そのチケットとももクロのライブチケット交換してと言われたらどうしますか、しません、しませんけど、うん、聞くまでもないかって、いや、しませんけど、はい、ね、しません、だってそれはね、それは安室さんのファンの方が行くべきもんだ、そう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 、うん、僕たちはね、もうももクロのファンだから、はい、ももクロのライブに入りたいっていう形で、はい、もう
もうあのチケット当たらなかったらね、会場推しもね、辞さない覚悟ですから、ね、いやその気持ちはやっぱありましたよね。もちろんもちろん、あの会場の外でね、音漏れ音漏れを聞くっていうだけね、もうそれだけでももう価値あるなと思ってたぐらいだから、もう中に入れるっていうのはもうありがたい感じで、ほんとそうっすよ、ほんと最悪の最悪、もうテダコホールに知り合いがいるからこれ裏ちょっとちょっとあのバイトさせてくれってあバイトで入るね、思ったぐらいだよ、うーんそれに乗っかろうかなしたぐらいだよ、うーんえすごい、いやすごいな、いやーなんとかってよかったな。でもまさかね1年で2度もね沖縄で、そうなんだよ、その7月にも実はめ、あの朝の情報番組のライブで来てて、そう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 、あの天ブス前とかでちょっとイベントやったりとかして、桜坂でもライブやって、それは行ったんですか？僕はそのイベント無料の開放イベントには行きました。僕はその、ライブハウスの方には行きました。はい。私結構間近で見れる。そのライブハウスはだって桜坂だよ。セントラル。あそっか。え超近い。近い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 。あんなとこでやったの。今回のねテダコホールも近いけど、うん、それよりも近いところで。そうそうそう。ザライブハウス沖縄。ざく見れて、でまたその3ヶ月後10月にもまた沖縄でやってくれる、ね、もうありがたやありがたやありがたや、本当にもう嬉しいね、沖縄ねちゃんとこうやって来てもらえるのが嬉しいんですよ。でなんかこれ嬉しいし、うん、ツネピーさんが僕は FM ギノワンでそのももクロの番組をやってくれてることが嬉しいんですよ。いや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 、とてもとてもとてもご縁がありまして、もうさせていただいてますよ、毎週毎週すごいもう濃密な、すごいもうファンからしたらすごい嬉しいですよね。もうしかもね、もうその話しか基本しないっていう、うん、はい、みんなで、うん、ツネピーの身のあの身内の話はもうオープニングトークの3分だけ、あとはもう、はい、身内の話がね、なんか台風ひどいねとかね、ひどいねとかね、それオープニングトークオープニングトークはね、それアイドリングトークね、必要ですからね、そうそう、それやった上で、あとの50何分は全部もう素晴らしい、はい、いやリスナーは絶対ね、うん、それを楽しみに聞いてるからすごいな、嬉しいもね、本当にたくさんいただいてありがとうございます。はい、大塚健二さんが、ひーちゃんさん東さんの車はももクロが CM してる車ですよ。そうなんです、そうなんです、嘘だから、ももクロ愛がすごすぎて彼女ができたら引かないか心配してるリスナーです引くわいやでもスネピーさんそれは譲れないですよね、譲れない譲れない、絶対譲れない。え、だって自分がいいと思った車じゃなくてももクロが CM してたから、ももクロが CM してるからいいんじゃない。そうそうそう、あ、そうで、それで興味持って試乗するわけで、試乗したりね、パンフレットとかもらうわけでしょ、うん、それでよかったら買うってだけで、いいじゃない。いや万が一ね、その CM してるのがあの一輪車とかだったら乗れないから、それは無理だけど、それできないけど、まあ、今回はその車はちゃんとね、一応ね、僕はもう乗れたから、そっか、いい車だったんで、はい、っていうきっかけをいただいただけですよ。そうそうそう、え、じゃあももクロさんがダイビンググッズの CM したらダイビング免許取って潜りまくり、まあ興味は持ちますね、興味は持つよね、そうそう、まず興味は持つ、そうそうそう、あ、だからそれがももクロ本当すごいところで、うん、もういろんなジャンルの人たちと絡んだりとか、はいはいはい、いろんなジャンルに本人たちが挑戦したりするわけよ、ね、今だったらちょっとまあ、ね、地上波じゃないけども違うちょっとネットの放送とかだったら、うん、なんか美術館巡りとかいろいろやったりするわけよね、それをメンバーが専門家の人の話を聞いてやってるのを僕たちはまあファンだから見るじゃない、うん、でそれを見たらさらにそっち側にも興味が出てくるわけ、確かにいいですね、この連鎖連鎖でいろんなジャンル興味が湧くから、そっか、そういうことか、はい、なんももういろ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 もうね、本当にもう感謝ですよ、影響力すごい、本当にありがたいでございます。マスオさん、ツネピーさんのモモクロ好きなのは当然、モモクロへの感謝の心が半端ないのが好き、いやいやいや、もう本当に2012年6月17日にねファンにならせていただいて、もうそこからのその出会いで、その日は何、ちょっとライブをね見るっていう、その生中継で見たんですけど、まあ、それがきっかけでファンになって、またファンのつながりでたくさんの仲間ができて、うん、その仲間のつながりのおかげでラジオで喋ることにもなって、まあ、そこからしかモモクロだけを喋れるっていうきっかけで、もう5年やってますから。あ、そうなんですか、はい、すごいすごい、ももクロだけ喋るって番組、すごい濃密なんですよ。そしたらまた全国でこうやってツイキャスだったり、またリスラジだったりで聞いてくださってる全国にファンのまた輪が広がって、そうですよね、ももクロ好きな人たちの輪が広がって、うもういろんなところで、うん、再会できたり、その初めまして会えると、その人の輪たまんないですよ。ももクロがつなげてくれたご縁がこうやって東さんとこうやって話できるのもももクロがつないでくれた、ね、わけですから、本当そうですよ、いやすごい、それすごい、
そして、アーリン推しのカッカ、アーリニストさん。カッカ、ありがとう、はい。日付細かく覚えてるのが素敵。さらっと言っちゃう。いや、本当に、あの、つねみーさんすごいのが、ま、何かこのイベントとか何かあったら、常にもう全部日付をさらっと。すごい全部じゃないよ、全部じゃない。今自分が言えるやつだけど。言えるやつだね。言えるやつだけど。あすごーい、こうやってみんな見てくれてるんだね。はい、テオシスさんをね、直近だとヨシキさん、あの X ジャパンのヨシキさんに曲を書きましょうかって向こうから言ってくる、そうぐらい言ったぐらいの人といろいろつながりがあるんだよね。すごい、ちょっとこれも楽しみですよね。ぜひ ね、 ね、これはちょっとどんな曲なるのかとかってね、で激しい曲のイメージもあるけど、だってバラードも作りますからね、ヨシキさんね。で今の4人でのバラード曲、また廃台を超えるからね、そういったなんかもうキラン中のバラードとか、よしこさん作曲、まさそうですね。大丈夫、置いてかれてない、うん、ちゃんとなんか説明してくれてる感がある。誰推しとかはあるんですか？おお、じゃあツネピーさんどうぞ。アリン推しです。アリン推し、アリンって赤ですか？ピンク。あ、すいません、ピンクですね。今日ちょっとピンクつけてないことにもね、ちょっとごめんなさい、さっきあれツネピーさんがピンクじゃないとも言ってごめんなさい、出る予定じゃなかったので。そうそうね、ごめんなさい、ね、すいませんね、ちょっと急遽だったんでね、はい、何か本当に出るって分かってたら絶対ピンクつけるんですけど、そうじゃない時に、ピンクをつけてるよそじのおっさん、なかなか難しいので。よそじのおっさん、ただまあそのアーリンが好きなハードロックカフェの T シャツは着てるっていう、そう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 、これ分かる人には分かる、そう、おもくろ好きな人にはちょっと実は分かるっていう T シャツは着てます。はい、何これ、カフェ？ハードロックカフェっていうね、そのカフェがあるんですか？大好きなお店のが出してる T シャツは、はい、横浜ってこと、うん、つけてて、ちゃんと横浜のやつ、そうそうそう、横浜のやつ、いやすげえなー、いやーちょっともうね、もう今日は今日急遽だったんですけども、もう話が尽きなくなってしまう。そしてひーちゃんを置いてきぼりにしてしまう。そうそうそう、ひーちゃんの話も聞きたいで今聞いてくださってる方もね、たくさんいるですから。でも結構いい、なんか今度いろいろ聞きたい。本当だ？うんうん。ちょっとね、今のね計画してるんですけど、うん、そういう機会ちょっと作ろうと思ってますんで。うん、なんかちゃんとこう映像とか流しながらこれでねとか説明して。あ、なるほど、なるほどね。あ、そっちね。そうそうそう。なんかそしたらね、入ってくるじゃん。見てる方も楽しい。はいはいはい、あ、なるほど、そういうことか。ザ初心者講座みたいなですね。そうそうそう、講座。講座をしてほしいの、ね、それは面白いな、面白いかもしれないね、それだと結構いいな。おお、なるほど、うん、ちょっとそれね、構成度だから前半後半に分けて、それいいね、とある、ね、ちょっとね、あ、いや、いいかもしれないです。それは素晴らしいかもしれない、うん、やってやって、いい提案ありがとうございます。うん、いやいや、じゃあちょっと夢は目標は膨らみますな。はい、すごいな。とにかくは、まあ、10月28日にね、それまでちょっと僕らも楽しんで、はい、それまでの間にお邪魔するかもしれませんし、その翌日に来るかもしれないです、来るかもしれないです、うん、そうです、うん、感想戦をここで喋るかもしれない、うん、そうそうそう、うん、来てほしい、聞きたいですもん。はい、ということでございまして、ちょっと本当急遽ありがとうございますね、スネピーさんお越しいただきまして、はい、皆さんね、毎週日曜日、はい、日曜日だから2回放送あるのよ実はこれ、うん、先週1週間前のやつを、うん、4時でした、3時です、3時か、うん、お昼3時に FM 技能案で日曜日に放送して再放送もしてるんです、1週間前のやつを再放送して、で夜にその週の新しいやつを放送してます。聞き逃した方も日曜日お昼から聞けば大丈夫。はい、あ、すごい、再放送もしてるんだ、うん、ということがありますので、ぜひぜひ皆さん FM 技能案ね、その日曜日もお聞きくださいませ。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、本日お越しになっていただきましたつねぴーさんでした。はい、ありがとうございました、ありがとうございました。それめちゃくちゃいいっすよ、絶対に絶対に、なんかやってほしい、ちょっと計画してる、裏でちょっと今動いてて。あ、そうなんだ、動いてる。それだったら、うん、前日、うん、もう感想戦で飲めばいいから。いいな、うん、前日それちょっと拡大バージョンいける。いいな、アモクロ講座、そういいと思う。ありがとうございました。すいません、ちょっとじゃあまたお待ちいただきます。
会議で。後ほどまだ終わった後で少し。会議が。会議を。ちょっと会議しよう。いいなぁ。でも、ちょっと私も興味持ってくるなぁ。そうやって言ってくれて、熱く語れば語るほど引かれるから。でも結構やっぱでも、うん、私もももクロファンの友達の影響でそういうの聞けるようになったから、結構ね、やっぱり。ニュース、先週までのやつ同じやつだから、聞いちゃいます。はい。はい、ここまで。CM 明け、ニュースいきます。その、聞いたの後かな、俺もちょっと。最初に歌っていいですか？アイデア量ね、アイデア量。いや、熱いトークだった。そう言って誰か。パワポでスライド作ってプレゼン対決。いや、いいね。パワポいいね。わかりやすい。では FM ギノアニュースをお送りします。西日本豪雨災害義援金のお知らせでございます。2018年7月の西日本を中心とした大規模豪雨災害により各地に甚大な被害が発生しております。そこで FM ギノアンでは被災された方々を支援するため、ギノアン市民の方々にとどまらず多くの方に広く呼びかけ義援金を受け付けております。皆様からお預かりしました義援金は、宜野湾社会福祉協議会を通して被災地復興に活用してもらう予定でございます。 FM 宜野湾での西日本豪雨災害義援金の受付は口座振込も行っております。口座番号、沖縄銀行 1855259 株式会社 FM 宜野湾でございます。義援金の受付は来週の9月15日土曜日までとなっております。 FM ギノワにも箱を置いておりますので、皆様ご協力よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、続いて、はい、では引き続きチャリティーボーリング福祉バスへストライクのお知らせでございます。今月9月30日まででございます。はいはい、ギノワンボール、レントセントラル、マチナトボール、参加費は1500円でございます。市民の皆様に気軽に集える場として、チャリティーボーリングを実施いたします。本収益金は、地域福祉団体が使用する福祉バスの購入費に充てていきます。はい、で、この、チャリティーボーリングのチケットを使って、はい、やるのがこちら。はい、FM ギノワンチャリティーボーリング大会でございます。はい、ギノワン市社会福祉協議会さんは、福祉バスの老朽化に伴い購入資金確保の取り組み中でございます。今年で最終年を迎え、180万円が目標でございます。そこでみんなで楽しみながら福祉バス購入実現に協力しましょうということで、こちらは来週9月15日の土曜日、はい、そうです、はい、18時半からギノワンボール、場所ギノワンボールですね、はい、で料金が2ゲーム代で5500円となっております。はい、はい、懇親会もございます。定員は40名でございます。ぜひ皆さんお申し込みくださいませ。お願いします。 FM ギノワンまでね、メールお願いいたします。はい、メールアドレス797@fmギノワン.com です。で、ちなみに私も参加しますよ。お、東さん参加するんですね。一緒にボーリングやりましょう。おお、東さん上手いんですか？うん、普通普通ぐらいでございます。はい、以上 FM ギノワンニュースでした。はい、
さあサザンブリーズ水曜日お送りしております。皆さんからねメッセージ、たくさんいただいてまして、はい、今週のねメッセージテーマの宿題と、いうところですけども、ご紹介、ちょっと紹介しましょうね。いただいてましたのが、マスオさん、うん今日の朝の番組モーニングエイトのテーマも宿題だったって、あそうなんだ、まさかそんな被り方がこっちは月曜日からこのテーマだよあっちが真似したんだ、あっちが真似したんだ同じ番組同じ曲だけども、ありがとうございます。さあということでございまして、まだまだ、明日以降もね同じ、メッセージテーマでお届けしますので、うん、思いついたと思ったら送ってくださいね、よろしくお願いします。はい、さあでは宿題行きましょうか。コーナー、はい、タイトルコールからどうぞ。はい、ひーちゃんのアバモリプレゼンコーナー。はい、こちらのコーナーは青森上空のひーちゃんが美味しい青森グッズを紹介するコーナーでございます。はい、さあ今日は何でしょうか。はい、今日はじゃじゃん、おなんかちょっと上等な、上等でかわいくない。へぇ、琉球ロマン、琉球ロマンこれもあのオークションで落としたやつです。おーおーおー、これね、あの太平、太平分かる、聞いたことないです。太平酒造、太平酒造、ほんほん聞いたことある。あ、通箱酒造の太平だ、ごめんなさい。ん、通箱酒造の太平、そうよね、太平っていうね、そうそうそう、種類だよね、うん、太平は結構癖があって、うん、まあ、ファンはめっちゃファン、私も好きなんですけど、うん、そこのサーコ酒造が出してるね、これをね、これ落とせたの嬉しかったな。へー、これ今、これ43度なんですけど、うん、25度か30度もあって、うん、この血がこっち、これは青で、あ、上の上のこのね、このあれがだけど、やっぱ40度数が高いのがやっぱ欲しいじゃないですか、はい、だからいつかはいつか25度はもうスルーして、あ、なるほど、両方出てたんだ。そう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 、で両方欲しいけどどっちかっていうと高い方が欲しいなと思って。そうだからもういつかばちかであっちはスルーして、うん、これの時に頑張って落としましたっていう思い入れが見事落札、結構ちょっと嬉しかった。そう、太平が私好きなんですよね。へえ、うん、あっちはね、やっぱで、うん、まだ行ったことないんですよ。あ、工場、そうなんだ。あ、結構いろいろ行ってそうだけど、え、どこにあるの。那覇だと思う。そう、あなたすぐ行けそうだけど、行かないみたいな。そう、意外とね、なくて。へえ、そうなんです。そう、だからこれ開けるのが楽しみですね。この琉球ロマンって書いてあるのは、まあ、そのまあ太平のやつの名前ってこと。私もこれ見たことないんですよね。な、中身は太平ってことよね。中身太平なのかな。え、違うの太平、まだなんか独自のやつの味とかいうわけじゃなくて、もうね、全然わかんない。超古いだって、爪火2008年とか。2008年、はい、っていうことはもう10年古酒ですかそう、10年古酒になってるんですよね、これもうすでに。そう、それをまあ3000円ぐらいで落とせたから、まあよく3000円、いいかなと思って。あー、いいじゃないですか、結構上出来。へ、そう、すごい楽しみでしたか開けるのがそれだから、それ開ける時ってどういう時に開けるの、うん、そうだから最近それ迷ってて、いろいろ、うん、最近も増えてきたから、もあんまり私買うのを今抑えめにしてて、うん、そろそろ開けるのを始めていこうかなって。だってさ、まあ、その一人でまあ飲むのかとか、みんなで飲むのかとかっていろいろあるじゃない。そうだね、でもみんなで飲むともったいねえなとかも思うだろうしすぐなくなるのも嫌だ、ね、すぐなくなるでしょ。そうだから、もう本当に青森の味を好きとか、美味しく飲んでくれる仲間と一緒に開けたいですよね。その持って行って、なるほどね、うん、分かる人たちと飲みたい。そうそうそう、すいません、そういう感じで飲みたいです。ウェイみたいな酔っ払いが来たらあげたくないですね。そうだね、そうだね、俺の私の大事な、ダメダメみたいなどんな思いしてオークションで落としたと思ってんだそう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 、そんな感じになりそう。そうそう、いいです ね、 ね、じゃあまた、うん、その開けた時にはまた感想も含めてね、はい、教えてくださいませ。はい、よろしくお願いします。お教えします。はい、で、ということで今日ご紹介したのが、はい、こちらサーコ酒造の琉球ロマン5種43度です。43度ちなみにそれはロックで飲む、
やっぱ最初、まあ、ストレートですよね、もちろんストレートね、うん、味わって飲みます。さすがでございます。はい、ありがとうございました。さあでは続いて天気道路交通情報いきましょう。はい、さあ、この時間は宜野湾市周辺のお天気道路交通情報をお伝えいたしましょうか。はい、まずはお天気からお願いします。はい、今夜5日南の風晴れ、波 1.5m、 降水確率の方は 20% でございます。はい、はい、明日6日南東の風後東の風晴れ、夕方から曇り、波 1.5m 後 2.5m でございます。うん、降水確率は 10% から 30% でございます。明日は雨の心配なさそうですね。で、大丈夫そうです。ちょっと何日かね、天気が荒れてたんですけども、うん、大丈夫そうですね。はい、朝の最低気温が27度、日中最高気温が33度で、結構暑い。33度一気に上がるねめっちゃ暑くないですかね。ちょっと急な気温の変化になりますので、まだまだ皆さん体調管理の方ね、気をつけていただきましょう。ね、まあ、9月に入ったからといってやっぱり温度もね、この感じで33度になってますから、熱中症、ね、日射病等々もね、ケアしていただきたいなと思います。はい、以上お天気でした。続いて道路交通情報いきましょう。はい、まずは、はい、まずは沖縄道でございます。はい、はい、こちら下り石川インターチェンジ付近に故障車がございます。うん、はい、気をつけて運転してください。お願いいたします。はい、では続いて一般道も、はい、では一般道に参ります。うん、宜野湾市周辺のね、はい、一般道の現在の状況です。はい、さあ今日はどうですかね。昨日とついとかね、結構スムーズだったんですけどね。あ、はい、今日の今日はですね、王者名前原方面、両方面混んでおります。うん、王者名前原区間、あとはそこまで混んでないですかね。ほうほう、そうだね、宜野湾周辺は大丈夫そうで、やはり、まあ、浦添那覇とかね、浦添那覇 はね、混雑しているというところでございますけど、はい、中部は大丈夫ですね。はい、まあ今日は大丈夫そうだけど、この後またちょっと夕立ね、ゲリラ豪雨もしかしたら来るかもしれませんから、はい、十分お気をつけて安全運転でお願いいたします。はい、以上道路交通情報でした。さあ、お届けしましたサザンブリーズ水曜日でございます。はい、今週のメッセージテーマは宿題ということで、明日もね、明日明後日とまだまだメッセージをお待ちしてます。よろしくお願いしますね。なんかひーちゃんへの宿題としてはあれだね。はい、じゃあももクロのメンバーの名前覚えてって感じあ、それそうですねまずはね、興味あるかどうか分からんけどまずさっき何もう間違えたしね、すでに色ピンク色と赤とかじゃあ色と名前を覚えるってやつを一致させよう宿題の一つとしてそうします。いや、そうしてくれたら非常にありがたいです嬉しいです。まあ、皆さんもですね、まだまだ明日以降宿題、はい、お待ちしておりますよ。よろしくお願いします。で、ちょっとお知らせ、こちら金曜日なんですけども、お昼のタイムテーブルが変更になっております。金曜14時から放送中のビジネス天国沖縄が今週7日からですね、13時へ移動しまして、 FM 小里同時放送になります。それに伴いまして金曜午後のタイムテーブルが変わりますと。で、13時からはビジネス天国沖縄、14時からはラジオ E、企業法律を語ろう、15時からはチカピカボイス、15時30分から旅スタグラム、そして16時からグッタイムミュージックとなっております。なお、これ17時からのサザンブリーズ以降はこれまで通りで変更はございません。各番組へのメッセージ 797@fmgino1.com までよろしくお願いいたします。ツイキャスでのコメントもぜひご参加くださいね。よろしくお願いします。
はい、ということで、この後の時間は、FM ギノワユンタク二平デービルお届けいたしますので、こちらもぜひ皆さんお聞きいただきましてメッセージ、お願いいたします。引き続きFM ギノワンでお楽しみくださいというわけでございまして、本日のサザンブリーズ水曜日のお相手は私東克明と、はい、水曜日アシスタントのひーちゃんでした。おーい、というわけでございまして、また明日、僕はちゃんと登場しますからねお聞きくださいませよろしくお願いします。ではまた、さよなら。ひーちゃん覚えてくるかな本当にえ、来週までの、うん、来週までかな。 そっか、そうだね、うん、覚えてくる。大丈夫、4人でしょえ、何色の子が辞めたんだっけそういうところ皆さんありがとうございます。メッセージたくさんいただきました。あ、太鼓さんもありがとうございます。太鼓さんもありがとうございます。テウシスさんもね、ありがとうございます。ネピーさんからのつながりでお越しいただきまして、うん、ありがとうございます。アリオシカカさんも皆さんもありがとうございます。マサオさんもまたまたよろしくお願いしますね。ということでございまして、またこの後もよろしくお願いします。詳細は言えませんが。